つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の朝廷者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が私の兄ソラを連れ去っていった。そして私も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた私たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか私にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよってた。2ヶ月前あなたと出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ。行こう。進めなそうだな。登っていくか。登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ。かたどった像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうちこれは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。事前登録受付中。